よー、はい、どうもこんにちは、ボボテッペです。皆さんお気軽にボボちゃんと呼んでください。本日はですね、芦ノ湖、そしてですね、なんと今回ですね、私この通りエレキを導入しました。ついに、いや慣れないね。おばちゃん曰く橋についてるそうなんだけど、結構ね橋についてるらしいんですよ。ちょっといねんじゃねみたいな。まあ放流バスちゃん、とりあえず朝っぱらは、ね、ビーブルの8分の3オンスでやってます。危ない危ない。いや、昔はね、あのエレキでやったことあるんですよ。いやさすがに慣れねえな。とりあえずね、箱根湾ですかにいます。ちょっとねピンポイントやってやろうと思ったけど、やはりむずいっす。風をねちょっと利用して、なるべくねナチュラルドリフトって感じで、違和感なくバスちゃんを食わすみたいな感じなんですけど、そう甘かねえな。ないっすね、ギリギリ、超ギリギリ落として、ビーブル8分の3オンス流しながら、いや楽ですね。だけどね、単純にだロープがねいろいろありすぎて、ジェルツビート、わかんないっす、もう状況が読めないんで。釣れればねどっかに来るでしょ多分ね。使ってるリールはあれですよ、アンタレス、初期アンタレスですよ、初期アンタレス。あーどうしよう、もうすでにねダウンショット投げたいですよね。はい、いきなりダウンショットです。いや全体的に浅いね、全然ダメだな。なんだよ、いるとか言っていないやん。来た来たね、よっしゃ。バーズできた。オッケー、バーズフィッシュ、すげえシャローにいたね、よかった。あーバーズベイト、バーズベイト。あー放流ですけど最高ですね。OSP の02ビート、ありがとうございます。旧アンタレス、初代アンタレスですね。あすげえ浅いとこいたね。はい、やっと釣れました。まあ、32、3ってとこなんですけど、もう結構働いてるバスたちですね。バズベイトでジュボッジュボって出ましたね、嬉しい。サイズはまあ35、サイズはね35ぐらいでした。やったー嬉しい。チーンのものはこちらまで。
ありがとうございます。やっと釣れました。ロープにねサスペンドしてるのを、ダウンショットをミドストギビに送り込んでやっと釣れました。いやー放流バスですけども、いやーすごい元気ですね。超引きますよ。ありがとうございます。すげえ重てえなこいつ。元気すぎるぐらい元気です。40近くあるナイスフィッシュですね。ありがとうございます。2匹目、8時、ね、半ぐらいにキャッチすることができました。2匹目をロープにねサスペンドしてるバスだったんで縦ストについてる感じしますね。単純にそのアフタースポーンみたいなね感じですよね。なんか1匹目はねシャローで、ただ硬いストラクチャーのあるところでしたね。いかにもなねところに行ってみたいと思います。いかにも込み入ったボールでしょう。ただねエレキでの魚のやり取りがちょっとまだまだダメダメな感じですね。ちょっとでね、ダッチパリシェードタテストなのかなっていう感じですよね。やっぱりねクリアウォーターなんで、メインになるのはライトリグといった感じで。おーいやどうすっかな、こいつら。3匹目思ってなんかまだまだ釣れそうな気がしてきたな。さすがポークワーム。はい3匹目、ボートのね下にちょっと複数匹ね放流バスがついてまして、バスにね、ポークのダウンショット投げたら一撃でした。よかった釣れて、ありがとうございます。やっぱり37ぐらいですね。ここまでピーカンだとねネイティブは厳しいかもしれないですね。まだね1匹ぐらい釣れそうですよ。やっぱりこう複数匹でねなんかついてますね。なんかアフタースポーンのねバスみたいな感じで健康有料時といった感じの
今度はねジグヘッドに変えました。ちょっとねさっきのバスの中でちょっと針をね曲げられてバレちゃったんでちょっと反省してジグヘッドのね太い針にしました。あとまあ安定の35といった感じですね。ありがとうございます。5匹目です。やっぱりねボートの下にねサスペンドしてるのがね見えたんで 0.6g ジグヘッドポークで一撃でした。ありがとうございます。釣れました。さまよいましたけど釣れてくれました。なんかねエレキのペラがちょっとロープに当たったんですよ。このロープに付着してる苔がねこうファーッとなってこの苔に釣られてバサが寄ってきてそこにね、ポークでシェイキングで食わせました。ありがとうございます。いやほんと力強いバスですね。放流なんですけどね。ありがとうございます。ガオー。たまにねエレキの起こす水流で寄ってくるんですよね放流バスが。ね、やっぱりね水流で寄ってくるんですよ不思議と。がっぷりなんですけどね一応針はあのバーブレスにしてます。はい、ありがとうございます。コロンコロンですね。でしたね、ピンポイント入れたら。すげえ低い。引きます。います、います。入れたら一発でしたね。OK。セット。はい。すごい元気でちょっとねブリブリ暴れちゃって持てないぐらいです、ちょっとねポークワーム、がねなくなっちゃったんでトラウトガムのジグヘッドにしてます。もうチパクで一発でしたね。見えたら一発でした。ありがとうございます。これね40近いと思いますよ。ありがとうございます。ゴーと
倒れてなかった、やっちまいました、ありがとうございます。船の下をね、見通そうしてたら出てきましたね。